珍百景を見せてくれるのはこちらの歯医者さん。先生今おいくつですか？今ね83になりました。83歳。テレホンカードって懐かしい。使うと穴が開きこんなクズが出るのですが、この1ミリほどの小さなクズ、穴が開いた時のやつ、これだけを集めて、まるで絵画のように、かなり減ったけど、テレホンカードの穴から出るクズ、こんなのどうやって集めてきたのか。あの清掃会社が全部集めて、それであのちゃんと処分するんだ。本来もらうことはできないが、事情を話し特別に譲ってもらったという。ただ貼り付けるだけではなく、よく見ると、なんか絵をよく見たら半分カットしてみたいなのもあったんですけど、半分に切ります。1ミリ直径を、丸いものだけ集めていきますと、やはりどっかに隙間ができますでしょ。1ミリほどのクズを歯の治療用のハサミを使い半分にカット。すごい、見えないよ。隙間を埋めたり曲線を表現しているという。すごい、ピンセットじゃなくて指でつまんで切るっていうのが考えられる。想像すると確かにね、もう人のやってない何かやってみようかなと思って思いついたのがこれでしたね。思いついた。60歳を過ぎた頃から始めたそうで、20年で20の名画を再現しているそうだ。すごい、1年1個先生、すごく肩こりそうな作業ですよね。あ、もう私は肩こりません。慣れるんだ。噛まないですか？全然これではこりません。クズがある限りは作り続けていくそうです。って思ったなと思って、なんであれだったの？だって色がいっぱいあるから、まあ、こう自然に集めたその色じゃないとダメなんじゃないですか？自分の中にルールがあるんだ。うん、まあ分かんない。影で本当はやってるかもしれない。どうしても欲しいわ。